北マケドニアの基礎自治体では、北マケドニアの行政区分について述べる。北マケドニアは80の基礎自治体に分けられる。基礎自治体はマケドニア語で、オプシティナ、アルバニア語では、コムーナと呼ばれている。10個の基礎自治体は北マケドニアの首都、スコピエ都市圏を構成する一部である。ほとんどの基礎自治体は1996年に設置された123の自治体からあまり、 変わっていないが、いくらかは合併したり境界線が変更されたりしている。北マケドニアは八つの地方に分けられているが、これらは独自の政府を持った自治体ではない。スコピーエ地方は、スコピーエ都市圏とその周辺からなる。いかに、北マケドニアの基礎自治体の地図を示す。全体図の1で示されたスコピーエは、10の基礎自治体からなっており、別の図に拡大表示する。に、 北マケドニアの基礎自治体の一覧を示す。番号は、前景の地図の番号に対応している。なお、S で示された番号は、スコピエの拡大図に示された番号に対応している。ハイアラーキカルアドミニストレーティブサブディビジアン構図、ISO3166 から2に関連。2002年の調査には、アエロドロームとブテルの各自治体の人口は入っていない。 これらの人口はパノスコピエの自治体に含まれている。2002年、面積の合計には577平方キロメートルに及ぶ内水面積が含まれている。これはそれぞれの基礎自治体の面積には含まれていない。ありがとうございます。